ボロネーゼなんかが同じ赤ワインを使っているのでペアリングとしてすごく合うと思います。私のおすすめがゴンパチサラダでございます。温泉卵トッピングしていただくのおすすめでして、お肉料理で。ありがとうございます。こちらが当店のメニューでございます。こちら中がですね、カクテルのメニューでノンアルコールが後ろにございます。ワインも表紙が、グラスでして、中がボトルでございます。でこちら本日のパスタご用意しておりまして、こちらがイベリコベーコンと4種キノコのクリームソースのパスタになっております。お酒、お水か炭酸水はどちらか入れますか？お決まりでしたらお伺いします。メニューお決まりでしたらお伺いいたします。これおすすめなんですか？そうですね、マルガリータテキーラのカクテルなんですけど、こっちのセニョリータの方はピーチのリキュールとか、あとうちわサボテンのピューレとかが入ってて、結構甘みもあるのでテキーラカクテルの中では飲みやすい。こちら甘口のジンジャーエールでお作りすることも可能なので、もし、辛口が苦手でしたら甘口でお作りいたします。ちょっと日本酒も悩んでるんですけど、好みの味わいとかございますか？辛口気になってて。辛口ですと当店人気ですのが和歌山のキット。お食事はいかがなさいますか？ワインに合う何かお料理ありますか？ワインに合うのだったらおすすめは一応チーズの盛り合わせなんかおすすめしておりまして、ボロネーズがお肉とトマトソースのベースのものしか入ってないので、ご注文されるときはほうれん草とかナスなんかがすごく合うので、割と基本的にそのままで召し上がれるよりは皆さんトッピングつけて召し上がる方が多いですね。トッピングじゃあナス入れてください。ナスで。シーザーサラダにベーコンのトッピングとボロネーズ。ありがとうございます。以上でございます。はい、かしこまりました。一応お下げします。